皆さん、こんばんは。あやこの部屋、始まります。MC を務めさせていただきます。小野あや子です。本日、2回目のあやこの部屋です。よろしくお願いします。オープニングとして、下村総志さんの、この道を歩けばという曲を披露したいと思います。この曲は、柔道がテーマになっているので、ぜひ皆さん覚えてください。昨日はウクレレでしたんですけど、今日は手話を取り入れながらやってみたいと思います。 では、聞いてください。行きまーす。この道を歩けば、つながってゆく世界がある。自分に負けない、自分になれるように。昨日の自分より、強くなれるように。 辛さも苦しさも乗り越えて明日の自分を輝かせられるように霊に始まり霊に終わる一人じゃ決して 強くはなれないからこの道の途中で出会えた人たちがいるこの道の向こうに広がってゆく世界があるはい、以上です始まり始まり <laughs> ということで、今回第2回目のゲストは石川博則先生です よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、これ、はい、今スト、スポットになってるかな。これもうね、2画面になってます。あ、もう2画面になってます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと私の方から石川先生について、簡単ではありますが、紹介させていただきたいと思います。はい。ちょっと待ってくださいね。 今回のゲストは石川博則先生です。茨城県出身、お父さんが精錬館の館長を務め、幼少期より柔道の稽古に励まれていました。はじめは右組でしたが、父の世界を取るなら左組だという考えより、途中で左組に変更されています。右の技でも覚えていたため、得意技は逆の背負い投げで、その名もびっくりポン背負い投げ。全中では5 5キロ級で第3位。 白鵬足利高校に進学し、インターハイ60キロ級で優勝。大学は東海大学に進学。学生体重別60キロ級で優勝し、選抜体重別でも準優勝。卒業後は、両徳寺学園に就職し実業、実業団選手としてもご活躍され、2012年、行動館杯優勝。両都市、グランドスラム東京でも準優勝と輝かしい成績を収められています。その後、 モルドバという国から依頼があり、ナショナルチームコーチとして選手たちへの指導を行って来られました。予定されていた半年間の指導が終わり、先日帰国されています。モルドバでもコロナの影響があり、満足いく稽古ができず、予定されていたお給料ももらえずと、大変苦しい時期を乗り越えて来られた石川先生。そんな中、前向きに何かできることはないかと、たくさんのアイディアを生み出し、 柔道普及のための貢献を題して、クラウドファンディングにも挑戦されました。柔道でのオンラインプログラム、柔道体験会や転び方教室、個人レッスンなど、たくさんの計画を組まれています。また、イラスト業でも評価され、イージーというブランドを立ち上げて、イラストレーターとしても活躍中です。特徴を捉えた愛着の枠に顔上は大人気。そして、柔道のイメージを変えようと、猫太郎柔道物語として、 かわいらしい猫のキャラクターでストーリーの連載もされています。柔道普及に向けて、これからのご活躍にさらなる、さらなる期待を置かれている石川先生です。以上で簡単ではありますが、石川先生の紹介を終わります。改めまして、石川先生本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、本日のテーマは新しい柔道の普及の形ということで、お話を伺っていきたいと思います。 この前に、はい、石川先生お帰りなさい。ただいま。<laughs> ね。無理に無に帰ってきました。モルドバの生活はいかがでしたか?。いやー、モルドバはすごく良かったですね。いや、あの、半年間という期間の中で。残念ながら、やっぱりね、あの、新型コロナウイルスの影響で。まあ、なかなか、思うように柔道ができない期間。っていうのがあったんですけど。まあ、それ以外のところでは。もう、楽しく。 ねえー、選手たちと一緒に、えー、練習に励んだりトレーニングやったり、えー、そ,うそういう活動、えー、生活をしてましたすごくいい国だったんです実際,実際にどれくらい行かれてすぐにコロナだったんでしたっけいや3か月2か月過ぎぐらいですね1月の半ばに行ってで、えー、3月ぐらいに、えー、新型コロナが流行してしまったっていう形だったので そうですねしかも2月中は結構大会とかがあってでヨーロッパ遠征の方に僕も一緒に、えーね、印刷しに行ったりとかもしてたので実質柔道を教えたとか一緒にやったっていうのは本当に1か月半とか結構短い期間でしたねうん、ま、その中でも面白かったエピソードとかこれは驚いたなっていうエピソードはありますかそうですねあのまず、まあ、僕 今回モルドバに行ったのって1回目じゃないんですね。で3回目なんですけどまあそのまあそれも含めまず練習内容ってやっぱり結構違くてね柔道あの日本でその柔道ナショナルとか、まあ、中高生とか大学生も含め普通まあ普通っていうか日本のねなんか常識的な感じで言うとなんだろう。 毎日ランドリー大体打ち込みやってランドリーやってみたいな流れが毎日続くっていう感じなんですけどモルドバーは、えー、週に2回ランドリーの日があるっていう感じで,でこれ結構聞くと他の国とかも結構そういう国があったりとかしてまずそういうところが違かったりとかあと結構選手とコーチが仲良かったり、うん、そういうところもあってすごくの選手からも ひろ見てくれとか、もうすごく積極的に話しかけてくれたので、そういう場面でも、すごくも接しやすくて、いい関係で入れたと思いますそうですよね、日本だとやっぱり先生には恐れ多くて話しかけれないとか、そういうイメージがあるけど、そういうね、先生と選手の関わり方っていうのは、いい勉強になったんじゃないかなと思います、うん、いやすごく良かったですね。ね でもやっぱりその練習できない時期もあって大変だったと思うんですけど、うん、大変だったからこそいろんなアイディアが生まれてきたと思うんですけど、まあ、そこでも石川先生はいつもプラスで進んでこられてすごいなと思いました、まあ、ありがとうございます<笑><笑>無事にねまずは帰国されてよかったなと思います本当にお疲れ様でしたありがとうございますはいじゃあ改めて、えー、と本日の本題に移っていきたいと思いますはい 柔道普及のためにクラウドファンディングをされて、実際に今後動かれていくことと思うんですけども、まず初めになぜクラウドファンディングをされようと思ったののですかあのー、まず、その何もできない期間、ホテルに滞在している期間で、自分に何かできることないかなって思い始めたのが最初だったんですけど、その中で、そのこうやってオンラインが流行して、で オンラインでトレーニングされてる方って結構いたりとか、で、その中に柔道をやってる方も結構いらっしゃったんですよ。まあ、もちろんね、すごい大人数とかではないにしろ、まあ、そういうのも見てて、ああ、自分でもやりたいなとか、すごく思ってて、で、僕以前、自分で柔道教室を開いたんですね。で、そういうのをオンラインでもできないかなって、まあ、思い始めたんです。で、それで、まあ、最初に、 まあ、オンライン柔道っていう形で、まあ、ちょこちょこやっててでその中でいろいろと何ですかねあの講習会とか、まあ、強くなるための考え方とか、まあ、そういうのもやり始めでいろんなところにアンケートを取ってたんですよ。ね、あの受けてくださったその受講生の皆さんにアンケートを取ったりとかしててで,でそうやっていろいろと自分も勉強し始めたんですね。 で自分のことを話すだけじゃなくてちゃんとまあ裏付けに、ね、基づいてちゃんとそういうところを勉強した上で話したいなって思ってる中でで一番なんかその中で衝撃を受けたのが柔道人口減少についいててっていうのを見たんですよ、うん、でそれが全十連さんが出してる統計グラフを見てえこんなに減ってんの っていうのをちょっと衝撃を受けましてでその中でしかもこのコロナが流行して柔道って、ね、どうしてもあの接近の競技なのでちょっと、ね、元の,あの競技体制に戻るのはなかなか時間かかっちゃうっていう中で柔道離れをどうにかしなきゃいけないっていうのとやっぱり柔道人口を増やすために何ができるだろうって考えた時にその 自分の中でできることなんだろうと思ってでまあオンラインを活用しながらまあそれとは別で例えば転び方教室とか柔道体験会とかそういうのができたらいいなって思い始めたんですよ。うん、でそういうことを思うのはいいけどじゃあ実際にその柔道体験会とかね体験会はまあ自分自身もやるんであればなんか無料でやったりとかもしたいなって 思ったりしてるんですよただそこにはやっぱりその場所のレンタル代がかかったりとか、ね、あの自分がそこの場所に行くまでのね、まあ、いろいろ費用とかもかかったりして、まあ、それだけじゃさすがにね、あのー、なかなかいろんなリスクが伴ってくるのでじゃあそれに向けて、ねあのー、皆さんのお力をお借りしてでみんなで その柔道人口を増やしたりとか柔道離れをなくせるようにしていけたらなって思って今回クラウドファンディングをやらせていただきましたはい実際にこうやってみてたくさんの方が応援されて応援してくれたと思うんですけどここからが本当に始まりだなと思いますはい<で>まさにえっとまさにねであのいろいろ先ほどもあったようにオンラインプログラムとか 柔道体験会っていうお話があったんですけど、その辺をちょっと詳しく一つずつ聞けたらなと思っています。オンラインプログラムっていうものはどういうものなのでしょうか？えっとオンラインの中でやはりあの柔道をまあ、やっていきたいと思ってるんですけど、で結構僕も最初やった時に心配だったのが 柔道ってやっぱり2人組じゃないとできなないいいんんじゃないかっっていう心配があったでですよ、うん、でもいざ自分が「じゃあちょっとやってほしいです」って言われた時にやったらもう何ですかね僕が思ってるポイントっていうのを、まあ、説明したりでその生徒さんたちからの、まあ、質問とかも受け答えしながら「こういう時ってどうすればいいんですか?」とかそういうのもできたり。 それと、例えば強くなる考え方とか、あとは、まあ、こういう場面になったらどういう練習をすればいいのかとか、いろいろ、まあ、講習会だってて、あのー、スライドとかも使えるので、この Zoom って。なので、その講習会みたいな感じでお話とかすると、いや、終わった後に皆さんすごく良かったです。まあ、すごく高評価いただいて、あ、これで、 なんかね、自分が今まで身につけた知識とか技術っていうのを他の人たちに提供できる、まあ、これが仕事になれば一番いいなって思ったんですね。なので、まあ、今まで自分のなんだろう経験とかをいろいろと伝えて、まあ、試しって言ったらあれですけど、まあ、何回もやるうちに、まあ、自分もねもちろん慣れていってでこういう時にこれをお話しすれば ちゃんとあの伝わるかなとかいろいろ自分で試行錯誤しながらやっていってそれがますごく良かったのでまた継続的にやっていきたいなって思ってて考えいます、はい、あ私もね石川先生の,のオンラインの柔道教室あの参加したことあるんですけど本当にポイントが分かりやすく伝えていてあの私もねすごく勉強になりました指導者側としても。 でまたね、道場再開したら、そのポイントを軸に教えたいなとも思ったし、その参加されてたこともね、実際にやってみたいなって、すごく思ったんじゃないかなと思いました、うん、そう実際にそのあ、受けていたお子さんのお母様から連絡いただいて、そのオンライン柔道で、えー、教えてもらった技、まあ、ポイントを意識してやるようになったら、かかりましたっていうお声もいただいたので。うん うわそれやってよかったなってすごく思うんですよね。うん。うん、やっぱりそういう風にあのあのこっちが伝えたことをしっかりとやってできたっていうのが一番のなんかなんだろうモチベーションになってるのでその声を聞けるのはすごく嬉しいですよね。しかもオンラインってもう全国どこでもできるじゃないですか。うん、しかも僕やってたのモルトバですからね。 そうですよね、そこで繋がってたってすごいですよね。時時間の時差がある中でやってましたからね、うん、あの今回、こういうコロナの時期ですごく実際に稽古ができない日が多かったからよりこういうオンラインっていうのを活用できたのかなってのも思うんですけど、うん、だから本当にあの柔道が再開したとしてもこういうところでしっかりポイントを抑えてで実践にく。 ガスっていうような活用方法ができるんじゃないかなと思って可能性はあるなと思ってました楽しみですにそれですよね、うん、やっぱり僕がこれでオンライン柔道で教えたポイントもちろんねあの人それぞれポイントが違うのでその中の石川の教えるポイントって思ってやってもらいたいと思うんですけど、うん、もしそれがねもう自分のまあいつも言ってる道場で もう石川が教えてくれたところをポイント意識しながらやったら強くなったとかなってくれたら一番ね僕はそれが嬉しいので、うん、そういうところも含めあのもし今後ね、えー、やるときには皆さんに参加してもらえたらなって思います、うん、プログラムの中に、えっと、オンライン出張塾っていうものもあったと思うんですけどもそれはどんな形なんですか 出張教室っていう形でやってたんですけど、それは、あの、例えば僕がやっていたオンライン柔道塾っていうのは、僕のところに参加したい人集まってきなさいっていう、集まってきてくださいっていう形だったんですね。で、出張教室っていうのは、そこの道場にお邪魔するっていうイメージです。だから柔道クラブとか部活動とか、<ー>一つの団体のところに僕が行って、じゃあ皆さんの えー、柔道を、えー、見ますよとか、こういうポイントで説明しますって、まあなんですかね、えー、団体ごとの、そうクラブチームごとのあのー、石川オンライン柔道塾って感じです。実際に行くというわけではなくて、そのオンラインで例えば学校とか道場のスクリーンを通して石川先生に教えていただけるっていう形。そうです。なるほど。そういう感じです。それも面白いですよね。道場のみんなで聞いて。うん そうあのー、最初の方にやった時はやっぱり自粛期間中だったんで、うん、ご自宅にいらっっっしゃるって方が結構多かったんですよなので結構僕のやつにも参加される方が多かったんですけど今、まあ、ちょっと東京はねまだ人多いですけどあまだ全国的にもちょっとねまた増え始めましたけどそれでも道場に行ってで組めないけど まあ、一人で、ね、柔道とか一人打ち込みできますっていうところも増えてきた中でオンラインが使える環境っていうのが結構増え始めたっていうのも聞いていたのでじゃあそういうところにまあお邪魔してやるっていう形がいいのかなって思い、まあ、今回みたいな形でやるようにしましまた。まあそれがね、まあ、石川先生もそうですけど他の人もいろいろゲストとしてこういうオンラインを活用できるようになったら。うん 道場にいろんな先生が来てくれるみたいな形になって、面白いかもしれないですね。そうなんですよね。それが、本当に、新しい、新しい取り組みだなと思います。これからどんどんやっていきたいですよね。もしかしたらそうですよね。世界の、海外の方が、そうやってゲストとして来られるっていうことも体験できるってことですもんね。それがオンラインの強みですからね。ね面白いですね。世界とつながるですね。 まさしくそういういことですね,ねで実際に行ったり来たりもしたら嬉しいでしょうしね、うん、オンラインが一つの出会いになるってことですよねそうですねそう実際にオンラインで知り合ってでじゃあ、ね、行く機会があったら実際に行ってそこで指導するっていうのはすごくもう初対面じゃない感じじゃないですか。うん、まあ実際に会うのは初対面にしたって、はいね、オンラインを通じて会っていれば。 うん、そこで初めましてじゃない感じになる、うんでそれはすごいですよねいいと思います、うん、あの今までの話は柔道をしてる子がターゲットだと思うんですけども新しく人口を増やすという意味で柔道体験柔道体験会や転び方教室っていうものをやっていこうっていうお話を聞いたんですが、うん、その辺について詳しく教えてくださいはい、はい、ありがとうございます その柔道人口を増やすために、まあ、何ができるんだろうって考えてまずはその、まあ、転び方教室柔道体験会っていうのも含めあとまあイラストの活用とかで、まあ、イラストで結構柔道のイメージを変えたいなっていうところがあったのでそれでまあ猫た郎も描き始めたっていうのもありますけど、うん、まずその、まあ、転び方教室とか柔道体験会の話をすると例えば 地元、まあ、僕茨城県結城市っていうところなんですけど、まあ、最初はそういう結城市でじゃあこういう体験会しますよで集めるとかあるいは幼稚園とか、ね、保育園とかにあのやらせてもらえませんかっていう感じで、まあ、まずは転び方結構転び方を知らずに怪我することとかもちろんねこれ子どもだけじゃなくて大人の方もいると思うんですけどそういう。 ねなかなか転ぶ練習なななんてしいいじゃでですすかそうですねだからそういうところから体の使い方とかねあのこうやって転ぶんだよっていうところをまずは体験してもらってでそこからまあ柔道体験会とか柔道ってこういうものなんですよ礼儀が身につきますよとか体も強くなりますよもう心身ね鍛えられますよみたいなでそういう柔道の魅力をねアピールしてで。 まあそこから、ね、もちろん、あのー、競技の方、まあ競技の方にというかどこかの、ねあのー、柔道塾に入会してもらえればそれは嬉しいですけどそうじゃないにしてもあ前やった柔道ってオリンピックすごく面白そうじゃんとか、ね、少しでも柔道に興味を湧いてもらえるっていうところがあるかなって思って、ね、まずはそういうところから始めていけたらなって思って計画中です。 そうううでですすねねまずは知っっててもらうっていうことですよ、ね、多分オリンピックとかでもすごく柔道はテレビでも取り上げられると思うのでそういうところからでもいいですし先ほど言われたようにやっぱ小さい子はね今手がつけなくて顔からいってしまうっていうのが結構問題になってるのでその部分でも必要かなと思ったりまたは他の競技でもねそのこう 当たり競技例えばサッカーとかバスケとかも結構相手とぶつかる場面って多いと思うんですよだからそういう子たちにも受け身っていうのをし覚えておいてもらえるとまた競技の中でも生かしてもらったりとかまたなるんじゃないかなと思います、うん、そうですねやっぱり他のスポーツでやっぱり転んで怪我するっていうことも結構あるみたいなので。 そういう団体さんにやるとかそういうのでも全然いいと思いますし、うん、まずはその怪我をしない体り、あり体の使い方ですねそういうのをまあ広めていければなって思いますそうですねどう発信していくかですよね本当にそうですね、うん、まあまだやったことがないので、うん、まあわからないことばっかりですけどとりあえず僕今もう もう何でもチャレンジ、もうトライアンドエラーで、<laughs> トライアンドエラー精神、すごいんで、<laughs> うんうん、もう計画も完全に立てる前に、もう先走ってやっちゃってるんで、思ったら行動するみたいな。思ったら行動、うん、う今、行動力すごいんで、今、ね、似顔絵でもね、すごく、うん、似顔絵も今。 すごく大人気でもはや本当にイラストレーターなんじゃないかっていうぐらいの石川先生なんですけど <laughs> はいいつ頃から絵を描くのが好きだったんですかいや絵描くのは昔からだったんですよねあの僕卒園アルバムとかあるじゃないですか。<ー>あの卒園アルバムで<何>あ、幼稚園生のアルバムで、うん、みんなが飛び箱とか外で遊んでるんです運転とか僕折り紙使って作ってましたからね <laughs> <laughs> まずそういうところからその外で遊ぶよりもなんか中で何か工作したりとか絵描いてるとか好きだったっぽくて、えー、で小学4年生からクラブ活動っていうのがあるんですよ学校で、うん、なんか水曜日かなんかの,そのよ最後のやつの後になんに1時間だけあるみたいな、うん、それでみんなソフトボールとか機械体操とかやってる中僕イラストクラブでしたからね えー、意外、意外ですね。<laughs> で、もうその頃からもうずっと机の隅っこには常に落書きしてるみたいな。えー、で、さすがに5、6年の時は、なんか機械体操とかソフトボールとか、やっぱりあの周りにちょっと合わせながらやってたんですけど、で、中学校に入った時もあの文化祭とかで、なんかクラスのなんか似顔でコンクールみたいなのあるんですよ。 あのー、担任の先生を書くみたいな面白おかしく書くみたいなので毎年金賞でしたねえー、すごいその,その時からじゃあ,そ<う>多彩あ好きだったんですねそうです、ね、あのだからかそのもう体育よりも美術とかの方が成績良かったんですよ、うん、<laughs> 体育は球技苦手だから <laughs> もうボールに遊ばれまくって <laughs> 全然いいです 野球とかあまだ、まあ、まだ野球はあれですけどバスケサッカーがど下手くそええー、そうなんだ、えー、すそれもちょっと柔道あるあるですよね <laughs> 結構苦手な人多いですね<い>確かにだからそれも含め美術が得意だったんで、えー、もう絵を描くのは前からって感じでしたね、えー、今今に生きてますからね そうですね。すごくありがたいです。でも本当に似てるもんな。ああ、ありがとうございます。うん、もうでもうあれも全部スマホで書いてるんですよ。もうだから、どこ,どこ書いてるですそれもすごいです。よね、うんう。結構なんかパソコンでペン使って書く人も多いと思うんですけど、僕はもう全部指でスマホで書いてて、えー、えそういうのはもう、 自分がスマホを持ち始めた iPhone を持ち始めたのが大学2年ぐらいまあそこら辺がよ,よく覚えてないですけど、うん、持ち始めてからもうすぐ書けるようになってで LINE スタンプも出しましたしたくさんありますよねこないだ見たら27種類なんか27種類か。 ありましたね。そう、あのね、石川先生のラインスタンプすごいんですよ。十、十度の猫タルだけじゃなくて、本当に、あの、ワンちゃんだったりとか。可愛らしい。ね、十、十度関係ないスタンプが、結構あって。どれも可愛い、ね。度関係ないスタンプの方が多いですよ。<laughs> そうなんですよ、ね。<laughs> そうなんですよね。いや,いや、それびっくりした。うちちそう、ワンちゃん立ってるんで、ワンちゃん関係のやつを。 あのちょっと妻の方から、うちの,あのなんか友達関係のワンちゃんを描いてほしいみたいなの依頼があって、それでワンちゃんのやつ描き始め、そうしたらいまだに結構ありがたいことに買ってあの使ってくださる方が多くいやー、本当に、初め、知らなかったですもん。まあ、結構いますね。ねぇ。LINE、ね、スタンプの方の猫太郎も、結構最初の方描いたんですよ、あれ。 でそれをなんかリニューアルしますみたいな話になった時に「うん、えこれって石川先生が書いてたんですか知らずに使ってました」っていう人結構います。いましたよね。うん、<laughs> 私もよく聞りました,たその声で私自身もそうだけどそう,そうなんですよねで今回この私の後ろの背景になってるのはねこれ猫太郎なんですけど <laughs>、うん、かわいいでしょ。<laughs> そうで、うん、これもね、あの、私、ちょっとコラボさせていただいて、猫太郎柔道物語、また、は、再開というかね、あの、うん、リニューアル。ですね。されたということで、はいまあ。きっかけは、私もこのコロナの時期になって、はい、稽古ができなくなってからは、何かできることないかなって、やっぱ考える時間が多くなったんですね。うん、で、その時に小賀塾では、まあ、小賀塾プロジェクト、何事にもチャレンジプロジェクトってことで、まあ、いろいろやり始めました。 また、柔道3.0のオンラインカフェに参加して、いろんな先生方のお話を聞いたり、またそこで出会う新しい人たちとの、その、関わりがね、楽しくて、毎週参加させてもらってました。ちょうどその時に、あの、100日後に死ぬワニって流行ったじゃないですか。流行ったね。ね、うんうん、私あれ見てなかったんですよ、ずっと。<laughs> ずっと見てなくて、なんかニュースで、 ニュースか誰かにあれ見てるみたいな感じで、うん、ワニ知ってるみたいな感じになって、ワニって何みたいな感じから見たんですよね、一気に。<laughs> うんうん、一気にバーって読んで、ねは面白いってなって、で、なんか柔道でもちょっと4コマチックに書けないかなと思ってノートに書き始めたんですよ。あそれでもう先に書いてたんですね。 そうそうそう、その100日後に死ぬワニを見て、なんか面白そうと思って、柔道で、なんかないかなと思って、うん、こう、あるあるだったりとか、あの、日常を思い浮かべながら、ちょっと描いてたんですね。で、割れ<ー>ながら面白いと思ったんですよ、ちょっと <laughs> <laughs> っ、ね。割れながら面白いと思って、で、ちょっとこれみんなに見せたいなって思ったんですけど、な、うん、はいはい、何せ絵が、なんせ絵が見せれる絵じゃない。<laughs> まあ石川先生はね、あのはい、私、原画送ってるんで、よくご存知だと思うんですけど、たまにこれ何って思うときあれも。<laughs> <laughs> 聞いてきますもんね。うん、そうそうそう。で、私、あの石川先生の猫太郎スタンプ知ってたので、はいはい、なんか、ああいうちょっとね、ゆるいキャラというか、可愛いいキャラクターで描いてもらえたらなと思って、うん、それでまたイメージも変わるんじゃないかなと思って、お願いしたんですよね、石川先生に。 そしたらもう心よく書きますよって言ってすぐ書いてくれて、はい、でもどん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 じゃ書こう書こうって私も楽しくなってネタ考えるようになって、うんうん、でい<や>本当に始まったって感じですねいや本当に、まあ、ありがたかったですよねいやちょうど僕もその同じ時期ぐらいにその猫たるまあ しばらくね、ちょっと放置してたって言ったらあれですけど、まあ、全然使ってなかったんですよ。うん、でもある時に、ある出版社の方が、このキャラかわいいんで使っていいですか本の中に挿絵として使っていいですかっていうこともあって、なんか久々に猫太郎書いて、で、それで提出したりとか、で、まあ日の目を浴びることになって、で、ちょうどそのぐらいのタイミングで自分も何か使えないかなって思ってるタイミングだったのですごくありがたいことに、ちょうどいい。 ね、二人のタイミングがあった状態だったんですよねそう僕も絵は描けるけどストーリーが考えられないアイデアがあんま浮かんでこないっていうのがあったんで、うん、だからもう絢子先生のもうストーリーのアイデア作りがすごいからだからね一緒にやっていきましょうってなってだから他かの人は知らないと思いますけど。 彩子先生にじゃあやりましょうって言ったらアイデアがポポポポポポン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 ン <laughs> 一気に送りましたね。パパパたね溜め込んでたからね。見せたくてしょうがなかったから。からいやって思いましたよ <laughs> もうためてあったんでそう、まあ、いつかねあの原画とそのイラストにこうなったものを見せたらさらにね石川先生の凄さが分かると思うんで <laughs> もう本当にイメージ通り演技してくれるから。 よかった。いつかね、その回もやりましょうじゃあ。ですね。もうちょっと変えるところもあるけど。でももう、イメージはばっちり組まれてるので。うん。もう、でも、すごく伝わるから、全然。いけると思う。え、今日がね、49だったかな、ストーリーを作って。今日49。49。で、明日50なんですよね。おお。すごいですよね。明日もう50ですか。 毎日更新してるんで、ね、そう、ここまで来たなっていう、なんかつ、続けてこれたなっていうのも嬉しい一つですね。ですね。いや,ーいやーあ、あと、あのー、あのー、T シャツ、あ、はい、以前に先行予約した T シャツなんですけど、えっ、ー、と、明日届く予定なので、えー、<お>あのー、予約してくれた皆さん、明日届きます、すみません、遅くなって。ということでね、あのー、 ちょっと明日、明後日以降の発想になるかもしれないんですけど、楽しみにお待ちくださいね。<laughs> もう T シャツを、ね、ついに。ざいに。ありがとうございます。お揃いできましょうねっていう。これからもっともっとね、<う>新しいデザイン出しながらやっていければなと思うんで。うん、ね愛されるキャラクターになってほしいな。ねいつか猫とろがね、ここにい降り,降りてる、ね。私の後ろにいる。そう。 このの後ろのキャラクターたちも出てくるんでもう出てきたかな出て,、うん、出てきてるか。私は、まあ、今度出てくるんですけど、このサルキチのストーリーが結構面白いです。ああ<ー>。あれです、あれ,ね、あれ。<laughs> <laughs> 皆さん楽しみにしてて。たまにあるやつ。<laughs> <laughs> たまに見るやつ。自分もなったことあるっていう。<laughs> うん、<laughs> 本当にね、面白いね。で今回、猫、ね、太郎の話をさせてもらえるっていうことで、ちょっとね、今までの まあ見たことない人も、見たことある人も楽しめるようなアニメーションを一つ作りましたので、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。これは本当にすごいですよ。ね、ちょっと楽しんで見てもらえれば。びっくりした。ね、しなので、ちょっとここでお楽しみタイムということで、皆さんに、えー、動画をね、見せたいと思います。楽しんでくださいね。よいしょ。

素晴らしい。ありがとうございます。いえいえいえ本当にねあの、連載していくうちに、あれこれつながるんじゃないかなと思って。ね、途中途中であれだもんねあの。つながってるストーリーがいくつかあったりするから。<laughs> そ,うそ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 う。そういうのをい、ねい。ぜひねあの、この動画もどこかで、猫太郎の、ね、ページで。 どんどんアップしていきたいと思いますので、また後ほどゆっくり見てください。ありがとうございます。は,い、はい。でね、えー、ちょっとまだ時間があるので、あのこれからの石川先生の野望といいますか、もう少し計画を詳しく聞けたらなと思ってます。はい。まずその今言った猫太郎に関して言うと、やっぱりまだまだ知名度が低い。 っていうところあるのでうん、うん、これからどん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 、ね、皆さんに知ってもらえるようにしていけたらなって思います。で今そ,のその中であ,のある県立の高校で「猫太郎を授業で使いたいです」っていう先生がいらっしゃったんですね。 <で>嬉しかったですねそれをその「猫太郎を授業で使ってじゃあ皆さんの反応どうでしたかって聞いたときにすごく良かったと。であの子どもたちも生徒さんもなんかイメージがガラッと変わったっていうことをおっしゃってくださってでアンケートをちょっとまだ作れてないんですけどでアンケートとかも取らせてもらえたらなって思っています。だかからこれをもっとなんか ちゃんとした教材というか、うん、そう、ね、これを見ながらね、あの学んだらまあわかりやすかった、可愛くね、うん、あの入りやすかったっていう風になってもらえるようにね、頑張っていけたらなって思ってます。ね、いや、ね、本当にそうですよね。うん、あの配信だけじゃなくて、あの教材としてね、どんどん使って子供の手にも取りやすいような、うん、またみんなから愛されるようなキャラクターになってくれたらいいなって、うん、私も思ってます。 ね、それがもう柔道家だけじゃなくてもう一般の方からも可愛いってもう目にね、うん、触れれるぐらい有名になれれば一番いいなって思ってるんでまずそうなるようにもう継続してね、うん、これ書いていければなって思ってます。はいやっぱオンンライン柔道の方もすごくこ,これから こう需要があるんじゃないかなっていうか可能性があるんじゃないかなってすごく思うんですけど、はいそのま、オンラインを通しても通さなくてもなんですけど石川先生の指導する時に気をつけることだったりとか意識してることって何かありますか僕が指導する時のポイントとして、まあ、いくつかポイントあるんですけど、まあ、特に気をつけてるポイントはやっぱり分かりやすく説明すること。 うん、まあこれはね当たり前なことなんですけどちゃんと理論的に説明してててあげるっていうのは心がけてます例えば、うん、ここでガッとやってパッと入るんだって言われても <laughs> 結構わかんないんですよでも今までの指導者の先生方の中にはやっぱりねそういうふうにでも素晴らしい先生だけどんあこれどういうことなんだろうっていうこともまああったことはあったので。 そうじゃなくて、もう誰もが分かりやすく、あここで、こういう足の位置にするから、ここで回りやすくなるんだとか、ちゃんと分かるように説明してあげるっていうのは心がけてますね。うん、あとは、動きの中で、具体的な、のもう日常動作の具体例を出す。例えば、じゃあ、手首返しますって、ね、よく 言いまますすけどここの時時に腕時計を見ますとか、まあ、これ結構やってる先生方も多いと思うんですけどあとは背負い投げの後ろ回りさばきの時に後ろ向きで歩きながら反対方向を見ましょうっていうと意外とこの動きって素直にあの結構できるんですよ。あ確かに後ろさばきっていうと多分ね分からない子もいるけどそう後ろに回ってみてとか振り向いてみたいな感じで伝えたらそういいのか なのでそういうところも気にしながらあとはちゃんと一つずつ理解してるかっていうのも説明してやっていくっていうところですね。うん、あとはもうこれもう最後のポイントなんですけど褒める <laughs> あ石川先生にこ古賀塾でも何ヶ月いましたかね指導者として入ってくる人にすて、ね、4か月,、ね、月ぐらい。し 絶対ネガティブなこと言わないしもうねみんな褒めてくれるから上がるんですよね <laughs> 子供たちが受けてる人って <laughs> そうそう受けてる人って、うん、褒められて嫌な人いないじゃないですか確かにうん何、うん、かそこ違うよって言われるよりも、うん、そこをもうちょっとこうしましょうあできたらいいねって言った方が絶対いいじゃないですかうん、うん、だから自分も褒めてほしいタイプ承認欲求が強かったので その褒めてもらうために頑張ってたっていうねところもあったんでそれに褒めてもらえるようにあのー、やってたっていう気持ちがもう指導にも出るっていう感じでもうできるだけ長所を伸ばしてあげようとか、うん、ねちょっと違くてもまあこうもっとこうした方がいいよってい言い方で指導してあげると、まあ、僕はいいかなって思ってますまあもちろんね人それぞれ指導の方法とか違うと思うのでね これが絶対であってわけではないんですけど、僕の場合は、そういうふうにしてますっていうことです。そうですね。石川先生がガって怒った時ないですもんね。それでもみんな、楽しそうについて。たから、うん、やっぱすごいなって思ってました。うん、<laughs> ですね。あの、うん、怒ることが基本的には、あんまりないんで。うん。う私、<の>ギャ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 言っちゃってたかもしれない。<laughs> い,やいや、あの、これは、<laughs> 僕も本当は、ちゃんと叱るところを叱らなきゃいけないんですけどね。えー もう一緒になっては、やっちゃってう。<laughs> 一緒に指導できて、めちゃめちゃ楽しかったです。ああ、うん、そうですね。うん、楽しかったです。はい。まあ、あと、あの。苦しい時に、やっぱ、いろいろな。アイディアが生まれてきたっていうお話が、最初あったと思うんですけど。はい。こう、どうしても苦しくなった時に、マイナスになってしまうって時もあると思うんですよ。そこでの。気持ちの持ち方というか。はい、上げ方っていうのを。教えていただければなと思います。そうですね。もう。 正直、その僕もね、あの厳しい状況にあったこともあったんですけど、でもその中でも、まあ、じゃあ、その中でじっとしていればいいのかっていうわけじゃないじゃないですか。うん、こういうにあに、あの僕、そのオンライン授業の中でも、何回も生徒たちに言ってるんですよ。そのピンチをチャンスに変えろって、何回も言ってるんですねそ<う>で。それをもう自分に当てはめてっていうところがあって。でもうピンチ はピンチそれは仕方ないけどその中でもできること、うん、その中でもできることその中だからこそできることっていろいろあると思うんですよなので、うん、もう一つのことに集中してやるんじゃなくていろんなことを試しながらその中でうまくいったものをちゃんとつかみ取ればいいんじゃないかっていうタイプなのでだから頭を柔らかくというか、あのー、多方面的な考え方をいろいろしていきながら あのどんどんチャレンジしていくっていうふうにしていければなって思います。だから僕もいろんな方々と出会ってお話聞く中で、うん、あ、なるほど、そういうアイディアありましたって言ったらもうそれやすぐやっちゃうとかいろんなことを試してます。いや、それはすごくありだなってやってみないとね、どうなるかもわからないです、ね。そうやってみてもし失敗しちゃってもてて修正して うん、そう、修正して、ね、そういう取り組みをやっぱ見てくれてる人もいるから、そうです、そうです。そこで応援者がね、うん、どんどん増えるっていう。そう、失敗して、もう失敗してもっていうか、ダメ元でやってみる。ダメ元でやって、ダメだったら仕方ないじゃん。<laughs> <laughs> そのぐらいの開き直り、<laughs> 開き直り精神。 面白いですどん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 やられるんでなんかこっちもなんかいけいけみたいなっやっちゃいやっちゃいみたいなダメ元でやっててダメだったらもうしゃあないんじゃないっていう感じなんでだからその中でその自分でチャンスを作るなんかチャンスを待ってても来ないから,、うん、だから自分で作りに行って、うん、その中でいい流れがあったら、うん、チャンスが来るかもしれないっていう。 うん、感じなので自分が動かなかったら何も始まらないんでまずは自分が動いて、ね、動けば何かしらきっかけがあるかもしれない、ね、この「猫太郎」だってずっとやっていくうちに何かしら声がかかって、うん、ってなるかもしれないし、ねうんね、だからそういうねチャンスをいろいろとねできるために自分が動き始めたっていう感じです。うん もう挑戦することをまさに楽しんでおられるって感じですね。ですね、もう <laughs> 挑戦する心がすごいですから、<laughs> そしてすぐ行動に移すっていう感じになっちゃってるんで、うん、まあね、もちろんそれで失敗することはありますよ、ありますけど、うん、まあそんなね、成功した時の喜びに比べたら、うん、まあ別にいいんじゃないで終わっちゃうから。 本当にどどれがね引っかかるかもわからないし、うん数値当たるじゃないけど、<laughs> ね、<laughs> やってみてっていう、うんう、あとはその挑戦の中で YouTube、うん、YouTube も、はい、あの前からやりたいなやりたいなって思ってて結局モルドバに行ってできたんですよ。うん、モルドバに行ってまあ時間もねある程度できたからその中で全部それもゼロから。 YouTube を見て、YouTube の作り方を YouTube で見て、1人でまあ勉強というかそういう、一緒に習いながらやってで、撮影して、翻訳してとか、いろいろやって、で投稿し始め、である程度、まあ、何個か、ね、出した段階で、よし、じゃあ次から2人組でやるぞってタイミングでコロナウイルス来ちゃったんですよ。うんで、その後しばらくはもうホテルにあの引きこもれっぱなしだったんで。 その中でできることを、まあ、撮影して投稿してっていう感じで,で、今しばらく止まっちゃってるんですけど、まあ、これからね、今ちょうど日本に帰ってきて2週間の隔離中なんですけど、これ、明日たで、まあ、解けるので、で明日ちょっと地元の方にもね、帰ろうとは思ってるので、そしたら、あのー、また再開して、まあ、どん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 投稿していければなって思ってます。で、その中でやりたいなって思ってるのが、 いろんな競技とかと,ラボとかコああ面白そうなんか柔道だけじゃなくてねいろんな、うん、例えば柔術とかサンボとかレスリングとかもそうですけどあとは陸上とかも今考えててまあ同級生でね僕のあの大学院時代のゼミ生で陸上のコーチやってる人がいるのでその人に走り方とか教えてもらったりいろんなことを考えてますなのでね 楽しみですね、はい。なので、YouTube の登録をしてない人はね、ぜひ、今後、楽しいチャンネル登録お願いしますってやつぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ね、<ひ>また、これからねあの、どんどん楽しいコンテンツを出していきたいと思ってますのでね、えー、ぜひ見てみてください。お願いします。 YouTube の編集とかも大変そうですよね。あ結構最初時間かかりましたね。いや大変だと思うしかも、あのー、英語も入れてるんで英語も Google 先生にお願いしてうん、ね、もう翻訳して貼り付けてもうちゃんと確認して意味合ってるかとか <laughs> <laughs> それでめちゃくちゃゃく時間かかるっていう <laughs> でも、ね、海外の方もやっぱ見たいだろうからありがたいんじゃないですか うん、そうですね海外の方もやっぱりコメントくださる方くださってますし、うん、ですごく勉強になってますっていう方もいらっしゃるので、うん、やっぱり、まあ、英語のテロップ入れて正解だったなって思ってますし、ね、日本語だけだとやっぱりねわ、うん、かんない、ね、ポイントポイントでこれ何て言ってるんだろうっていうところがあると思うので、うん、それがね英語入れるだけでだいぶわかる人も増えるじゃないですか。うん なんか思ったんですけどすごいですよね。それをやることによって英語も学べるわけじゃないですか。あそれもあります。そ<う>だから<で>あのそうこれを見てこの時の英語の使い方ってこうなんだって学びましたっていうコメントもありました。うん、石川先生自身もやっぱそれを英語をすごくこう興味が多くじゃないけどこう調べてやるじゃないですか。YouTube の編集の仕方も全部覚えるじゃないですか。はい で、今回、ホームページも石川先生、ご自身で作られたそう。そうだから、ホームページもね、全部。ね、一からですもんね、全部調べて。そうです。だからもうね。きっとね、うう他の人はお願いして作ったりすると思うけど、うん、石川先生は全部一から自分でこう学ばれてやってるから、挑戦するごとに、こう、経験値アップっていうか、<laughs> スキルアップしてる感じがすごいなって思います。 それがやっぱりなんか柔道をバリバリやってた時みたいな感じで分からなかったスキルを覚えるっていうすごく楽しいじゃないですか。うん、その感覚ですよね。やっぱり全然分からないことにチャレンジしてみてで、まあ、少しずつでもレベル上がっていくみたいな。でそれ1回覚えちゃえば絶対自分の身になるじゃないですか今後で。それを継続していけばそれなりの知識とかも上がるだろうし。 で絶対自分の今後の人生の武器になるなって思うのもあって、でチャレンジしてみました。いや、本当に素晴らしいと思います。私も一緒に学ばせずで。だから、もともとクリエイター気質なんですよね。<laughs> すごいと思う。<laughs> というか、うん、そ,うかそういうのにハマったらどっぷり使っちゃうタイプなんで、うん、まだまだね、あのクオリティはそんなに高くないですけど、まあ、これからね、やっぱり投稿していくうちに。 まあそのホームページにしても YouTube にしてもそれでどんどんクオリティを上げていければなって思いますね。うん。だからもう楽しみにしています。どんどんやっていきます。はい。ではそれでは最後に石川先生から皆さんへメッセージがあればお願いします。はい、えー。このね新型コロナウイルスの時期でやっぱりなかなか柔道ができないっていうのはもちろんね。 今見ていただいている皆さんもそうですし、まあ、見ていただいてない、まあ、世界中の柔道家たちが苦しんでいる状況です。ただ、その中でも、先ほども言いましたけど、今でもできることっていうのと、今だからこそできることっていうのがあると思います。ね、それをしっかりと自分で考えながら、もう今でもできることとかもね、トレーニングだけじゃないので、例えば勉強するでも、ね、YouTube を見て勉強するとか。 そういうこともできるので、そうやって自分で考えながら、自己分析とかもしながらやっていくと、今後ね、えー、絶対自分の身になると思うので、ね、失敗を恐れずに、どんどんチャレンジしていって、ね、それが、えー、僕のモットーでもあるので、ね、皆さんもぜひ、こういう時だからこそ、前を向いて頑張っていきましょう。はい、はい、ありがとうございます。 ありがとうございます。あっ,とあっという間の一時間でしたね。ですね。はい。ねえ。まあ、今日もいいお話をすごく聞けました。これからの石川先生の活躍も楽しみにしています。はい、ありがとうございます。はい、そして、猫太郎もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、第二回、綾子の部屋、ゲストは石川博典先生にお越しいただきました。柔道普及の新しい形。 どんな形になるのか、今後の石川先生のご活躍もすごく楽しみです。ということで、石川先生、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。あやこの部屋、明日も続きますので、皆さんまた明日お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。石川先生、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。またお願いします。バイバーイ。バイバイ。バイバ